ちは。いつもご視聴いただきどうもありがとうございます。フレブルモアナチャンネルです。ちょっとモアナが近すぎてすごいドアップなんだけど、今日は、保護犬の里親になるという選択について少しお話をしたいと思います。もともと保護犬だったモアナですが、どうして我が家が保護犬の里親になろうと決めたのか、それを少しお話しさせていただきたいと思います。これから、保護犬の里親になろうと考えておられるご家族の方や、保護犬って一体どういうものなのかなと、いろんな意味でその興味を持って、気にかけている方、何か役に立てるのであればと思って、保護犬について、テーマに分けてですね、動画を撮りたいなと思いました。新しい家族を待つたくさんの保護犬がいる中で、あくまでもモアナのことに限ってのお話に今後なっていくのですが、どこかを何かを否定するつもりは全くなくって、あくまでも里親を待つ保護犬がいるということを多くの方に知ってもらえたらなと思っています。期待されていたワンちゃんとか、その新しい家族を待つワンちゃんなどが取り上げられている番組が多くなってきました。現状をテレビを通して見ることもたびたびありました。そんな時に娘が保護された動物たちのことをネットで調べたりするようになり、娘のその学校の方でもね、学習する機会が何度かありました。毎年やはり多くのワンちゃんが殺処分されているという現状はあります。近年では保健所が動物を引き取る数というのは実際に減少していて、その背景には民間の愛護団体が直接ペットを引き取ることで保健所の引き取る数ですねが減少しているというわけなんですけれども、それでもまだまだ毎日保護される動物がいますし、残念ながら殺処分されている動物たちは毎日いるということです。そのように娘が学校の学習の中で保護犬とか殺処分のことを学ぶということは、ペットに関する最も深刻な社会問題の一つなんだなと改めて思いました。で、娘がその学習をしたり、テレビ番組などでこう見るようになって、で自分でネットで調べて、また学校からの課題によってそのレポートで保護犬とか、里親のことですとか、あとは殺処分のことなどをこう調べてレポートを書いたことが、2度ほどあって、そういうこともあって、娘がもともと中学生になったら犬を飼おうということで家族では決めていたんですけれども、パピーを諦めるから保護された犬の里親になるという提案をしてきたのが娘でした。で、主人も、私もそのことに関してもうその反対をする理由っていうのは一つもなかったので、ぜひそうしようと、保護犬の里親になろうと決めたのは、このようなことからでした。どのようにこのモアナとの出会いがあったのかというのはちょっと次の回で動画にしたいと思います。それでは、今日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。もあちゃん、お尻だよ。ポン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 。さよなら。あ、壁向いちゃった。拗ねちゃった。もあちゃん、バイバイ。